はい、お待たせしました。選手の対局の準備が整ったようです。それでは早速3回戦の方を見ていきましょう。第10期女流六冠第1節3回戦トーハイの開始です。はい、立山3回戦最初のサイコロが振られました。トンチャに小宮山、ナンチャにワクツ、シャーチャに清水、ペイチャに沢村という並びで、3回戦が始まっています。ここまで全てチーチャの小宮山。おお、なるほど。今回はちょっとプラスに持ってきたいですよそうですね。ね、ここまでは苦しい展開が続いています。しかし1回戦も1人沈みの大きなラスを引いた後に2回戦のオーラスも落ち着いて1000点、もうラス確定でもいいと、そのあたりは結構落ち着いているように見えますね。清水さんの手配は良かったように見えましたね。見えましたね。はい、ドラはいいピンです。次は靴がこちらですね。次が清水の手配、こちらですね。単品系の、しかも2指しの3色も見えるような格好です。むしろ今これ清水以外は全体的にちょっと重たいかな悪いと。ですね。しかも2冊なったらチーってやりそうな清水さんですからね。そうですね。2シャン点取るか取ります。ここで2指しは見切ってリャンピンとピン入れ仕事の方が近いってことですか。おそらくローピン引きで、ローピンローマン引きで仕事の完成と。2差しを狙うとなるとちょっと手格好的にも手狭に受けざるを得ない局面が。そうですね。一瞬、例えば3走引いたと数万打つとかになりますからね。あくまで自然な手格好のまま手を進められる可能性を取って、それでも仕事が見えると。砂漠ツアー一層切り、清水手がどんどん進んでいきます。ここでローソーを引いて、これでイーシャンテン。宮本も、なかなかスピードはなくはない手格好でした。もうこれテンパイ取りましたね。一度川に置いているジャンゾーは帰ってきて、換算ゾーの単位ペコのテンパイ。ここはしかし闇点と構えます。そうですね。打点的にはリーチっていうのもありですけど、街の変化はこれサブロック急走ですね。はい、これでサブロック急走でリーチを打つかどうか。打点がね、ちょっと物足りなくなってはそうですね。換算上のままだと、リーチを打てば手上がり5に積もって2300球だったんですが、これ切って数層パーソー引きでリーチと打つかなるほ出ど。るかもしれ一ないですね。旦街の広いサブロック急走の闇点を入れると、しかしメンタンピンでは満足したくないと。隙がないですよね、こう打った方は。ただやっぱりリーチか。ここでもういいかと。つもぎりのリーチといきました。清水サブロック急走高めでメンタンピンのリーチです。あの辺どの程度手代わり待つかっていうのもね、人によって違いますけど、つもぎりリーチっていうのはちょっと舐められるっていう傾向もあるあのりますで、ね。それを狙ってのことかもしれないですけど。なるほど。つもぎりリーチにも理由が本当に様々ありますからそうですね。ね。ただやっぱ出上がりの確率は高まるような気がしますよ。なる連ほ装を切っててサブロー装でなんで闇点してるのって、この3層結構打ちやすかったりど。します。確かに。で、それをした相手が清水ならなおさらですよね。変なことはしないだろうと。そうですね。さあ、ここで三蔵が出る可能性もあります。これは全然打っても普通だと思いますよ。そのつもぎりを理由に打ってもいいし。三蔵切りが一番自然ですよね。ドラがいいピンなので3色転配したらドラも切っていこうと。しかしここはドラは絶対打たないぞという構えですね。なるほど。つもぎりだからといって雑に打たないと。なるほど。丁寧ですね、サーモそうですね。もうどこまでも丁寧に打た、あ、これもはお見事ですね、お見事。ローソーつも上がって、1300、2600の上がりとなります。メンタンピンつも、リーチタイムピンフつもですね。 ローソーつもるのが一番嬉しいですよね。三蔵だと、そもそもリーチ打ってればって話にもそう、即なっ位だっちゃいたますらってなっちゃいますね。本人的にも気持ちがいいでしょう。打点も一番いい形で、1300、2600の上がりとなりました。そしてトン2局を迎えます。親は和屈、ドラはパーマンです。和屈まずはペイから切り出していきます。ちょっと左の方が見えませんでしたが、
沢村はジャンピンを最初に積もって難から切り出していきます。小宮山は初がドイツで手に入っています。小宮山さんも何かフォームがこう固まってますね。打敗選択が本当に迷いないんで。そうですね、はい、まあ伊達に女流王か A リーグにいるわけじゃないんだぞっていうところなんでしょう。そうですね、うん、小宮山なんと初が統一で、本一何回でも迎えたような手格好でしょうか。沢村ロースを積もって統一が4つのままそれはキープしたまま初を切り出していきます。フィンズが伸びて、ジャンメンターズを切っていった小宮山、急走も振り手になったんですね。チートついちゃって、はい、これで5統一3万から切り出していきます。1万引いたら、メンツでもまだ見るという。はい、ピンフに変更でしょうかね。さあ、清水はウーマンを引き入れて、ここは難を切って、目いっぱいに構えます。さあ、この難を仕掛けていった小宮山。2枚目。リュウハンポンだ。リュウハンもポンですね、これ。そして、イーシャンテン。初本一のイーシャンテンです。両方2枚目だったんですね。なるほど、あ、1枚目の初も孵化していたんですね。そうですね、はい、うん、清水は嘘はつもぎり、沢村はチートイツイーシャンテンのままです。沢村ここで三蔵を積もって、しかし三蔵は積もぎり、うん、まあ、イーソーがチートイズの受けとしては優秀だと。そうか、そうですね、うん、そして清水が今テンパイを入れてドラのパーマンを切り出していきました。ウッパーピンのテンパイです。そうなると沢村さんもこうウーマンも打ちたくないですね。うん、そうですね。清水さんも8割方テンパイですよね。はい、さすがにあのドラ切りは目立ってしまいますね。うん、こうなりますよね。うん、さあ、ここでパーピンが出る可能性があります。このパーピンは清水の当たり牌ですね。ここはうまく清水が、まあ、あのパーピンに間に合ったといったような感じですね。うん、小宮さん本当に苦しい展開続いてますけど、はい、まあ、フォームは、うん、ずれてない、崩れてないような感じはしますね。はい、さあ、トーン3局です。ここまで2回連続上がりを、上がることに成功している清水の親番です。トーン3局、ドラはジャンピン。マンズで一面ツーでの中で完成していました。沢村はソーズで一面ツー完成しています。想像の本日まで、見たいようなところでしょうか。しかし、自敗から切り出した沢村。阿久津は7、8、9の3色とが見える手ないですね。そうですね。ちゃんと、順茶も見えるけど、ドラが連品ですからね。うん、ちょっと、指先にこう迷いが出てきてるような感じを受けますね。はい。3万を重ねた沢村、ここは枠津がチャンス手に見えます。さあ、ジャンピンがあと、まあ、順ちゃんもありますからね、はい、順ちゃんになった場合はジャンピンが出てもいいと、はい、先に3ピン引いたらそこでジャンピン切る可能性までありますよね、うん、さあ、ここでいいピンを積む、これちょっとドラが違えば両ピン切りなんだけど、うん、リュウハを重ねた沢村、小宮山はこれで3と1ですが、
ローピンを外します。うん、ではここでカンチーソのターツが、両面ターツに変化します。清水チーソを重ねた、いいシャンテンに取りましたね。ああ、で、あ、いいシャンテンじゃないですね、失礼しました。シャンテンですね。うん、難しい。うん、3万切り手順はここでいいそう。ドラをまず固定しましたね。ドラを固定しましたね。チャンタを見切る形。結構ギリギリまでチャンタの目は残すかなと思っていたんですが、初のところで一品切りましたね。そうですね。おっと、これドラあんこにしました。さあ、転売できるか。枠2 C ピン、 C ピンは9ピンと入れ替えます。おお、9ピンの方が後で出てきそうだ。だから後で打つ方が危険度が低い方にしようということでしょうかね。さあ、小宮のこれでいいシャンテンです。うん、難しい。どんどん難しくなります。そうですね、メンツテなのかトイツテなのかみたいな。この振り点だけど9万切りでもいいですね。うん、単純にイーシャンテの枚数としては9万切りの方が広いですね。はい、さあ、ここでターツ選択というか、はい、ジャントをどちらかに固定するかどうか。結構難しいですよ、捨て牌見ても。はい、うん、チーマンはつもぎり、自分で1枚チーマンを切ってるのでカンパーマンが良さげに見える。3色になる可能性はありますからね、はい、それを捨てずにということでしょうかね。さあ、沢村、ここはどちらを切っていてもこのテンパイになっていました。サブローピンのテンパイです。これ出るかもしれない。ただ順目が深いんでドラそばの3ピンが出ないから。うん、最初にあったサブローソーは最初にサブローソー系ありましたもんね。はい、まあ、ここで9ピンと入れ替えますか。ちぎっといついちゃって、はい、もう結構清水は受けに回りながらという感じでしょうか。はい、これウーマンが4枚切れですね。沢村、サブローピンテンパイジー、まあ、3万個を確定させる短期待ちという選択もできたんですが、さあ、ここでローピンが出上がりとなりました。沢村、初ですね、1600点の上がり。比較的沢村はリーチが少ない打ち手なんですかね。あんまり、まあ、そうなりますよね。あの、慎重な人ほどリーチが少なくなりますから。トーン4局、沢村の親番です。ここまではあまり大きな動きは出ていません。さあ、ドラの馬が統一の沢村、チャンスで、これも目いっぱい攻めたいですね。はい、水はトーンが統一です。もう第一弾も9ピンじゃなくて何とこから切ってもいいぐらい。もう目いっぱい、はい、パーピンまあ、積もったらね、はい、インズが連続系、まあ9がかかった連続系ですけど、うん、それでもまあ、はい、な、まあ、9よりはいいかなという。そうですね。
メンツが足りてる状態ならいいですけどね、はい、足りてないんで結局残ってもいいと思います、うん、全ての可能性を残しながら手作りしていきたいような手だと。これで問題ないですかね、全く同じ形、はい、清水はいい層切り、現状ターツは1個多いような状態になっているサーバーです、はい、小宮は単品系の手配、ここで、3品を切り出します。阿久津も手が進んでいきます。カンジャンピンを引き入れました。阿久津もちゃんと系、ここでもローマを切りましたね。2枚目の白ですね。仕掛けてきました阿久津。さあこれで5、6、7の3色も見えてきました。今はここでピンズで3面ちゃんのターツが完成、ターツができます。磯の統一落としとなった沢村チーコ。さあ阿久津がここでチーをしてイーシャンテンです。このトーンをさ、清水も仕掛けていきました。2人さばきに行ったこうなるとトーンが入ってますよね。そうですね、ドラドラのチャンス手で上がりたい沢村はやめてっていう感じでしょうかね。私の親けらないでっていう。そうですね、簡単にさあ、スーマンを積もって、うん、選択です。ドラガウーマンなので横では使いたくない。もう2フロ入ってますか、3フロ合わせて入ってますからね、はい、まあ、一旦穏やかなのは今打って、まあ、タイヤオになってドラゴ2枚とも使い切るという、うん、これだとドラゴが打ち出すかもしれないな、ね、そうですね。清水はさらにいいイーシャンテンになります。沢村急所のウーピンを引き入れました。おお。これスースを切るかチースを切るか考えてるってことですかね。そうですね、まあイーソー4枚切るか。さあ阿久津がここでテンパイを入れました。急走短期ですね。うん、白のみ。清水さんはどうする、チーは勝負、うん、2人して親を流してやろうっていう。すごいですね。もう小宮さんもう一人来た。もう小宮はタンヤオドライチのイシャンテンですね。いっちゃえもう知るかっつってドラキッチリーチですか。ここで、うん、ああしかしこのドラは清水がドラ短期に受けていました。でも本当に打つぐらいでいいと思いますよ。当たりなんだけど、はい、トーンドラドラ。ただやっぱりイーシャンテン、リアンシャンテンですかね、はい、の段階でドラをが出ていかない構えにすることも可能だっただけに、確かに確かに、そこがそこですよね問題は、はい、でもこう打った以上は今ドラ打たないとやっぱ変かなとも思います。はい、このテンパイ系になったら逆に打たない方がおかしいと。だけど、うん、その前にもっとドラを打たない、まあ状況は本当目まぐるしく変わっていったんで、うん、やっぱり打たないっていうのももちろんありなんですけどね、はい、やっぱ発信した時はイーマン打つかチーマン打つか、チーマン打った時点でもうドラも打ってもいいよって構えなんでね、はい、うん、まあしかし結果としては3900の報酬と、そうですね、うん、なってしまいました。一曲、親は小宮山、ドラはウーソーです。そう、小宮山手配が早そうです。沢村はここはペイを切っていきます。
普通はイーソーギリ、清水アチュンが統一で手の中に入っています。1日3の3色やチャンタが見える手配、小宮山は一歩前進、これでチャンテ先手取れそうじゃないですか、はい。ただ現状両面両面のいいシャンテンなので短期待ちになる可能性もあります。ドラの嘘なんかを引いてくれると一旦想像一面つ一ジャントに固定するという選択肢もありますね。ありますね。あでも多分そうしますね。そのドラ引いたら。うん。おっと急所のカンジャンズを引き入れた清水、手配がぐっと上がりに近づきます。阿久津さんが危ないか。あ、天敗ですね、カンジャンピン。まあ、小宮山さん的にも痛いんですけどね、蹴られちゃうと。このジャンピン危ない。危ないですね、このジャンピン。危ない、この瞬間も危ない。はい。清水は、ちゃんと3色の天敗を入れています。サンバのこのジャンピンは、まだ出ないかなって、ね、そうですね、サンバの形的に出なそうな、うん、3ピン引かない、引いたらもちろん出ちゃいますけど、はい、カンジャンピン、山には1枚だけ残っているような状況です。サンバカンチャンターツが2面ターツに変化します。おっと、ここに最後のジャンピンが来て重なりました。これは出ないな。そうですね、こうなると一気に出なくなりそうになりましたね。サンバさんも出なくなった。はい、となるとリューファギリですもんね、ほぼ、はい、うん、うん、こうなると本当にジャンピン出ないですね。これは小宮山さんチャンスだ。はい、清水ももう3色がつくのでシャンポンとかになっても買えないです。あ、イピももうバニー2枚出てるんですね。これ闇転したの、小宮山さん。小宮山、そうですね、テンパイ入れて闇転、すごいな。この点数欲しいですからね。うん、2コールはかなり大きいんですが、あくまで単品にしたいってことですか。ああ、出た、ね、これは結構冷静な闇転だったかもしれないですね。あ、2900の上がりとなります。これはリーチする人の方が圧倒的に多そうなところなんですが、形だけだとね、こんだけ負けてて点数欲しいもんな。うん、懐が深いというか。さあ、しかし、もしかしたら闇点じゃなかったら上がれてなかった可能性もありますよね。そうですね、本当に、はい、こういうの上がりね、伊藤優子プロにも見ますよね。確かに、それも闇点するんだっていう、結構きついなっていう、あれ見てるところは結構全然違ったりとかしますよね、そういう人って。そうですね、もう本当に点数にとらわれてないというか、はい、今だって清水さんからすると、それよく闇手にしたねって感じですよね。うん、そうですよね。うん、サトラはジャンピンです。親の連チャンに成功した小宮山。さあ、靴は統一が4統一。小宮山、総図で一面ず完成します。清水ペイを切り出していきます。沢村はちょっと手格好が苦しそうではあります。この曲がね、この次の曲のチャンスにつながったらもうすごいですよね。そうですね、先ほどの闇点が本当に来たという。もちろんリーチをしていてつながっていた可能性もあるので。そうですね、はい、もちろんもちろん、何がどうなったかは分からないんですけどね。はい、さあ、ドラを重ねた沢村、ドラを固定せずにここは9万から切り出していきます。E ピンが安全度が高いってことですよね、2社に。なるほどなるほど、はい、気持ちはもう E ピン切ってるんでしょうけど。なるほどなるほど。それより先に切るもんがあるということ、はい、まあ、急走でここも同じ理由で急走とか、あ、まあ、ウーピンでもいいですけどね、はい。さあ、ジャンピンを引いた小宮山、また闇転だ、闇転、また闇転だ。これは高めで3色のチャンスです。安めでも 5%、
パンピンドラ1高めで3色。ここもリーチと言ってもおかしくないような手配なんですが、全くおかしくないですね。もう引きに行きたいですよね。うわー出た、うわー出た、ここで枠つからまた闇点で、今度は安くないわよと。12,000円、はい、単品3色ドラ、ここも闇点かって感じで、枠つからするとちょっとこれは痛いですよね。そうですね、はい、あんた痛んかいっていうですね。いや、お見事ですね。はい、そうですね。ね、そうですね。先ほどの2900点闇点から、ま、あの引き入れたというか、なんかもう、無欲っていうか、無欲の闇点から手繰り寄せたという。さあ、そしてトップ目まで踊り出ました小宮山。ドラはパーマンです。そしてこの3回戦、枠2が 11,900 点と苦しい展開に生まれています。そして小宮もまた早そうな手が入ってますよ。ドラパーマンです。そして枠図はドラ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 だけど重いですね。重いですね。沢村が、トンとシャーがトイツ、ペイもトイツ、うん、まあまず本一、はい、1枚目のトンはさすがに泣いていないですね。このペイもスルー、このペイはどうする。うん、トイが止まった。2枚目、2枚目はないとこと、まあ、この2抱きって本当にいい感じで舐められて、これもポン、うん、あとはもうなるようになれって感じですね。そうですね、これトンも今だったら切られる可能性全然ありますね。はい、そうですね。もうね、ワックスなんかもうむしろ新しい方から切ってやるっていう感じですもんね。そうですよね。うわ、まあ、そして小宮山が単天敗、ツモスのイーシャンテンです。カウマの天敗、まだ上がりたくないというような手格好ですね。これは大きな局になるかもしれません。ここで沢村が先に何なんかを重ねたりなんかするともう大変なことになりますよね。あ、ここに何が来ました。もうね、引きますよね、それね、うん、ああ、これ決まってもおかしくないです。上がり牌より手が悪い牌の方が多いんで。おさあ、どうか。枠図はここでエイシャンテンですか。当然ワクスさんもドラドラだから引かないんだけど、沢村天敗です。沢村さんこれポンして待ち返してシャーターン、シャー待ちですね。あ、ごめんなさい、難待ちですね、ですね、はい、結構トンが止まらなそうですもんね、今清水以外は。うん、まあ止めないですよね。止めなくていいと思いますけどね。うん、さあ、ワクス、これで目いっぱいのイーシャンテン、さあ手借りするか、うん、関羽層か、関羽層は山に2枚、関羽マンも2枚ですね、2枚来てますね。数万ローマンが1枚ずつ生きてて、2層も生きてるんで、はい、うん、さあここで清水、あ、枠使天敗して面単品のリーチをします。これはすっごいいい街ですね。そうですね、山子だ。うわ、これはしょうがないね。ここは掴んでしまう生命力。ここは、枠の反撃となりました。面単品ドラドラ8000は8600流れております。私は打つわよリーチっていう、もうね、何打っても後悔なしみたいな。まあでも小宮さんの打つしかないですよね。そうですね、さすがにあれは止まらなそうです。まあなんか多少補充しても全然気にしないって感じですよね、普通の場合は。
まあそういう麻雀ですもんね、うん、打った分だけ上がるという、うん、さあ、その親上がって親迎えた枠つ何2局親番は枠つでドラはウーマンです。さあ村はドラが1枚最後バランス取れてれば何でもいいんですよね。なるほど。だからこの人はしちゃいけない宝珠とかが出てきますよね。そうですね、本当に、うん、同じ8000点の失点でも価値が全然違うというか、はい、さ沢村ここで白引いてペギリ小宮山はコンテがこうです。遠くに差し子の3色なんかも見えるか。孤立しているジャンゾに3ゾがくっつきます。枠2ピンズが横に広がる形になった。しかしデスはウーピンと入れ替えました。ロスを重ねて沢村いい総切り。何度かの点数持ってるのは清水さんという、ね、そうですね。うん、小宮山ここで難を切り出します。この難を清水が仕掛けていきました。ダブ難まあダブ難とかダブトン、まあ、ダブトンとはまちょっと意味合いが違いますけど、まあ、出たらまあとりあえず泣くっていうことの方が多いですか。あ、そうですね、うん、ダブトンダブ難に関しては多分8割9割泣くんじゃないですかね、うん、あまりにも手がこう整わないとスルーすることもあるかなぐらい、うん、さあ沢村、面本とかのチート位置とかは見ない感じで自敗とか聞き出しますね。そうですね、ドラがウーマンですからね、やっぱりそれを基準に考えてるんでしょうね。そのウーマンが何本によって食い下がったんですよ、枠さんに。あ、なるほどなるほど。本当は沢村は重ねていた。そうですね、あの何本の瞬間ですね。さあ小宮山一旦天敗です。イーソータン受けに受けます。ここからの手がありましとなるでしょう。イーソーポン点入りますからね。小宮山さんのイーソーポンすると清水さんポン点でしょうね。はい、これ何万とりあえずイーソーになりますよね多分。そうですね、本店だ。あ、本店取るか取らないか。取らなかったですね。おお、取んなかった。まあドラですからね、打つ牌が。まあリーチと言ったことも大きな意味だったかもしれないですね。そうですね、うん、リーチと言わなければ本店でドラを着ていた可能性があります、うん、そのウーマンはまあ当たりなんですけどね。あ、今あのカメラワーク切り替える人が泣くんだろうみたいな感じで一瞬清水さん映しました、まあ、まあ今のカメラワーク面白いですけど、ね、あ、泣かなかったみたいな。カメラワークというかスイッチャー、スイッチングですね。はい、そして枠2は3万切りのところでドラを使い切ろうという意思のシャンテンに向かったんですね、はい、うん、またここで観浪マンの天敗にたどり着いた清水。あれポン点取れないとこのシャアもポンできないんですけどね、なかなか。うん、これ清水さんらしいって話なんですか。なるほどなるほど。洞窟天敗観浪マン引き入れて手が詰まった。この3品は枠さんに当たりですね。そうですね、どうするか清水。ちょっと隙が出てしまったか。うん、3品は宝珠となります、うん、はい、枠さんからしたらしてやったりというか5800点のありがとうございました。先ほど補充して全然点数がなくなったのが嘘かのようにあっという間にもう 27,200 点と、ね、動きは結構大きな動きが出てるんですが全体的な平たい展望の動きになっています。この3回戦で今やっぱり清水さんのシャーポンがでしょうね。うん、シャーポンが多分その握手というか敗因というかになり得ますよね。うーん、イーソーポン点取って馬勝負しなかったならもうおとなしく、その後、うん、ドラ基準に行くのもあのもちろんなんですけど、
ただね、そう粘りっこく打つのが良さだったりするんで、そうですね、全然、まあ、僕だったらあれがやっちゃいけないですね。なるほど、なるほど。さあ、親の枠の連チャンです。何2曲、1本バトラーは3ピンです。さあ、枠2は手の中で2面2完成しています。清水はここでマンズで1面ずつ完成して2差しの3色なんかを見たいところ。一品を重ねた小宮山、しかし一品はつもぎりとします。清水はいいシャンテンですね。さあ、ここで、さらにいい形になりました。この白は1枚切れですよね。清水さんポンテン入る白、はい、今もマンズで1面ずつ完成しました。ここは、カンパソのターツを9層から外していきます。パーピンを重ねてジャン投候補ができた枠2。2ピン残しはドラ引きをケアして2ピンを残しているんですね。その2ピン残すがために想像の一面を失ってしまいましたね。しかし、意図していた通りドラの3ピンを引き入れました。沢村現在はやはりターツオーバーの状況になっています。そうですね、こうなると両面打つなら6ピン、チーピンというのは、まあ、もしくは単位を確定させるチーストパーソー、またはシャーかリャンソーってことになると思いますね。手ビロックするならシャーですが、うん、こうですね、二度受けだからってことですね、はい。まあ、比較的沢村はこの段階ではブクブクには受けないというか、慎重、3層4巡目に打って5巡目に打って、はい、まあ、一面ず並べちゃったんですけどね。その打牌をする人はこう打たないといけないような気はしますけど、初めから目いっぱいにいかないという選択肢を取った以上は、はい、特にシャー打って目いっぱいに広げてたら、まあ、1、2、3の想像のターツが、まあ、メンツがあって、はい、っていう手配になって過去になってますからね、はい。ファクツはいいシャンテンですが、ここは9ピンを手の中に残しました。 G ピンを引いた時のいいシャンテンがさらにいい形になるという、まあ、これまた9ピンの方が安全に見えるんでしょう。そして、なるほど、何は1枚切るですからね、はい。でまた交換すると、なるほど、安全度は高くなった、さっきの段より、はい。沢村もいいシャンテンです。清水さんもいいシャンテンですね、はい。チピンサブローソー、小宮山もいいシャンテン。これは靴が転廃してリーチついきました。リーチピンフイーペーコーイースーソー待ちです。これはパーソー4枚見えてますね、はい。急走は1枚切れ、これ向かう打たないんだ。まあ確かに想像高いですからね、枠さんのせい。はい、このちなみにイースーソーのイーソーが山に2枚残っている状況ですね。おお、イーソー積もりました。リーチツモピンフイーペーコー2600は2700オールのあれとなります。あっという間に点数取り返しましたね。うん、強い。これで、原点を超えました。私は打つわよっていう。清水さんが白ポンテン取れたんですよね、はいはい。それ小宮山さんの白で取らなかったんですけどね、あまりに手が伸びなくて、しかも連想が残っちゃったんで、はい、ポンテン取ることができなかったですね。なるほど。そしてもうこれで枠ツアートップ目です。
本当についさっきまで11,900件で出せたんですが、はい、トップ目まで躍り出ました。強い。すごく小宮山と対照的でしたね。小宮山は闇店で2900にして上がって、その後12,000、はい、闇店闇店続いて枠ツアーリーチリーチといってつも上がると、うん、当て上がりもありましたね、はい、うん、さあ、枠ツの親の連チャンです。何2局日本バドラは白です。さあ小宮山は想図が置いて、はい、まずはシャーから傾斜していきます。枠ツはドラが1枚手の中にあります。清水はピンズの染め手に行きたいところか。うん、石2さんの3色なんかの可能性も残しています。小宮山、清水、ここは想像でアメンターズに一旦固定します。さあウーマンを引いて小宮山自敗を切り出します。思い切って一気に一色手というような選択はあまりしない印象でしょうか。小宮山、そうですね、今回狙ってみてもいいんですけど、学校的にはもう一気に目つぶって、目つぶってというかもうそっちに一気寄せする人もいてもおかしくない手学校ですが、さあ、ワックス、これで6、7、8の3色が見えます。さあ、ではマウント持ってパーソギーの沢村、9ピンを仕掛けた清水、ピンズ一色で一直線、ここでピンズ決めちゃうか、うん、まだダブつかせましたね、はい、さあワックスも仕掛けていきました。これはすごいな、アドラクエが流れましたね。結構こういう遠目の仕掛けとかもちょいちょい挟んできますよね。そうなんですよね。しかしこれでテンパイ、すごいな。カンチーソーのタンヤオ三色のテンパイです。まあその泣いた後に残る牌も結構きつかったですよね。そうですね。キューピンだと役がないし、カンちゃんとカンちゃんだし、シーソーローピン限定の、そうですよね。しかし簡単にテンパイを入れてしまう。さあしかし清水もここでテンパイ、曲がりにかけますね。テンパイを取りましたね。サブローキューピンのテンパイ、まあ持ち点的にも31,600点、打点を追うよりもひとまず一体上がって親を流してという、はい、まあ、こういうシビアな選択もやはりしますよね。そうですね。さあ枠通数万あんこになりました。ここはつもぎって感じ、そう3色を残します。チーソー2枚切れとはいえ山にありそうだなっていうことですかね。しかしここは3ピン、うん、この3ピンは清水の上がり牌です。これ清水さんが好判断ですよね。そうですね。その後もしチーズに向かっていたらこの3ピンをチーしてウッパーピンだったんですが、ここはまあもうそろそろやめときなさいと曲を回しに行きました。そしてエビサではありますが、清水これでトップ目の 34,200点、トップ目となります。南3曲親は清水です。ドラは数万、難しかったな今の。うん、仕掛けなかったらどうなってるかですよね。ドラとりあえず重ねて、ドラ重ねて清水さんにペイは重ならなくてなんですけど、本当わからないですね、どうやっていたか、はい、何仕掛けたかです。おっと、積極的に何から仕掛けていきました。一巡目です。確かに枠通は早そうな手がここです。しかしまあドラもなく、とにかく、場を制したいというか、いった先手を取りたいという感じの仕掛けでしょうか。
さあ貫禄に切れて手配がぐっと締まった清水、白を重ねた沢村、結構残りましたね。そうですね、ペンチーマンの引き入れ、全中パワー切りもありますからね。そうですね、あのダイレクトのシャンテン数はパーマン切りの方が、もう嫌になっちゃいますよね。小宮山さんもちょっと手進めたら知恵だそしてそして枠2は、まあ自分の意図している通りでテンパイを、早いテンパイを入れることができました。ダウンソーのテンパイです。ちょっとね、ローマン先切ってみましょう、うん、チェーみたいな、はい終わりってなんですよ、何なのってなりますね。そしてドラをつもぎる、だからまあ高打点を作りに行く印象が湧くつってやっぱあるんですけど、こういうドライな仕掛けも結構入れてきますよね。そうですね。さあ小宮山はまた手が進みます。しかし、もう手組みをしていない感じですね。清水はどうするか、この親番まだ粘りたいところ、結局、まあ、好き放題やってる枠さんを誰か咎めなきゃいけないんですけどね。小宮山さんもこれはやめなくてもいいと思う。なるほど、安いの決まってますから相手は。もうこのどっちかに絞っちゃって、盛り上がるそうか、どっちかに絞っちゃって打ち抜いちゃって、清水さんいきますね。はい、前に出ました、清水をポン、さすがのポンですよね今のところ。さあこのポンでウーソーが、うん、ギャンゾーすごい、ギャンゾーがギャンゾーがもうギャンゾーが1枚だけですね。こんなにギャンゾーないのかっていう。清水のジャンゾーが出る可能性があります。結局まあ本当に気抜いてると持ってか、はい、あこれでジャンゾー、うん、まあまあでもまあはいはいはいっていう感じですよね清水さん的に脳天罰払うのと一緒だし、うん、そうですね、脳天罰払うより 点差は広がらないですからね。そうですね。さあそして迎えたオーラスで沢村の親番、何4局なんかそれを一瞬で瞬時に判断して、その瞬発力というか、はい、それをこう麻雀にこう打牌にこう表せるかどうかっていうのが能力だと思うんですけど、はい、清水さんは本当にそれはすごいですね。そうですね。さあ沢村オーラスの親番です。この手牌ドラが1枚、トンがあと5、母さんで消えた小宮山、枠図のペン3ピンを引き入れたところからスタートです。清水はこちら、うん、さあ感知層引き入れて、一気にスピードが上がったか沢村、瞬転、先ほどあの2回戦と3回戦の間の休憩の時間の間に、枠図さんが独り言を言っていたんですけど、はい、楽しいって言ってましたね麻雀が楽しいって言ってました。あの私清水さんのこと好きなんだなって言ってましたね、うんうん、なんか噛み合ってますもんね、うん、確かに清水さんと麻雀するのが楽しくて仕方ない、うん、見てて分かりますね。はい、だからまあ 手にもちょっとその生き生き感が出てますよね、はい、気持ちよく入り切ってるなっていう印象です。さあ清水白を仕掛けます。軽快ですね。なんか何が面白いか
ってこともないんですけど。わかりますわかります。でもこのお、これ沢村さん役なしで仕掛けた。そうですね。これちょっとびっくりしましたね。まあトーンが仕掛けれればですよね。うん。しかしまあとりあえずなんかテンパイを取ったものの。ペイの大民家もするかも。はい。早い決着がつきました。小宮山がしかしここで何が何だか。はい。大丈夫ですかね。はい、解説は追いついてません。はい。枠2がチーマンで小宮山に補充した1000点補充したんですね。でそれで小宮山さんが3万点になったんですね。そうですそうです。沢村からするとこれで一人沈みになってしまってちょっと痛い局となってしまったと、うん、そして枠2は1000点補充して、600点下がったので清水がトップになったということで、すごい展開が早すぎてちょっとようやく今説明が終わりましたけど、3回戦が終了しました、清水がトップ、2着が、枠津、そして浮きの3着で終えた小宮山、そして一人沈みのラストになってしまった沢村ということで3回戦が終了しました。はい、残すところ1回戦となっております。一旦 CM をご覧になってお待ちください。